アーサー。私は叫び声を上げました。悪党、泥棒。よくもまあその奉還に触れるとは。ガスは私が残した時のまま細く燃え、惨めな息子はシャツとズボンだけの姿で明かりのそばに立ち、手に奉還を持っていました。そしてそれを力いっぱいねじるか曲げるかしているようでした。私の叫び声を聞いたアーサーは掴んでいたそれを落とし、 真っ青になりました。私はそれをひっつかんで調べてみました。緑中石の三つついた金の金具が一つなくなっていました。この悪党。私は怒りに逆上して叫びました。壊したな。お前は私の名誉を永久に汚してしまった。盗んだ宝石はどこだ盗んだ。とあれは叫びました。そうだ、泥棒。 私はあれの肩を揺すぶりながら怒鳴りました。何もなくなってない。何もなくなるはずがない。とあれは言いました。三つなくなっているんだ。お前はどこにあるか知っている。お前を泥棒とだけじゃなく嘘つきと呼ばなければならないのか他にもお前がもぎ取ろうとしているのを私は見たんだぞ。そんな悪態はもうたくさんだ。とあれは言いました。もう我慢できない。 僕はこの件についてはもう一言も言うつもりはない。僕と決めてかかって侮辱してるんだから。朝になったら家を出て行きます。自分でやって行きます。警察の手に任せることになるんだぞ。私は悲しみと怒りで反響乱になって叫びました。これは徹底的に調べてもらうからな。僕からは何もわからないさ、とアーサーは。 あれにそんなところがあるとは思いもしなかったほど激高して叫びました。警察を呼びたいなら警察にできるだけ調べさせたらいい。この頃には家中が起き出していました。私が怒って声を張り上げていましたので、メアリーが最初に私の部屋へ駆け込み、奉還とアーサーの顔を見て一部始終を見て取り、叫び声を上げ、意識を失って床に倒れました。 私は警察を呼びに助中をやって、直ちに調査を任せました。警部と巡査が家にやってくると、むっつりと腕組みをして立っていたアーサーが、盗みで自分を告発するつもりかどうか私に尋ねました。すでにこれは個人的問題ではなく公的なものになってしまった。台無しになった法官は国有財産だから、と私は答えました。 私は法にすべてを委ねようと決心していました。せめて、あれは言いました。すぐに僕を逮捕させないで。僕が5分間家を離れてよければ、僕だけじゃなく父さんのためにもなるんだけど。逃げるためか、あるいは盗んだものを隠すためか、と私は言いました。その時、 私は自分が置かれた恐ろしい立場を悟り、私ばかりでなく、私よりずっと偉い人の名誉が危ういということ、国中が騒動になるようなスキャンダルを起こす恐れがあることを思い出してくれ、と、あれに懇願しました。ただ、亡くなった三つの宝石をどうしたかを言ってくれさえすれば、そういうことを全て避けられるのですから。問題を直視した方がいい、と私は言いました。 お前は現場を抑えられたんだし、自白して罪が重くなるはずはない。お前ができる限りの償いを、すなわち宝石のありかを私たちの教えさえすれば何もかも許され忘れられるだろう。その寛容さは許しを請う人にどうぞ、とあれは答え、冷笑しながら私から顔を背けました。すっかり降下してしまい、 私が何を言っても効果がないことが分かりました。方法は一つだけでした。私は警部を呼び入れ、アーサーを交流してもらいました。直ちに本人だけでなく、あれの部屋と家の中の宝石を隠せそうなところはすべて捜索されました。宝石は全く発見されず、また、 見下げ果てた息子は、どんなに私たちが説得したり、脅したりしても、口を開こうとしませんでした。今朝、アーサーは独房に移され、私は警察の手続きをすべて済ました後、あなたの手腕を活かして、事件を解明していただくよう、お願いに、こちらへ急いだのです。警察はあからさまに、今のところ何もわからないと白状しています。 必要とお考えなだけ金は使って構いません。私はすでに千ポンドの謝礼を申し出ております。ああ、私はどうしたらいいんでしょう。名誉と宝石と息子を一晩で失ってしまいました。ああ、どうしたらいいんでしょう。彼は手を頭の両側に当て、前後に揺れながら言語に絶する悲しみに打たれた子供のように独り言をうなっていた。 シャーロック・ホームズは数分の間、眉を潜め、暖度に目を据えながら無言で座っていた。あなたのところは来客は多いですかと彼は尋ねた。共同経営者とその家族、それと時折アーサーの友人が来る他は全く。サージョージ・バンウェルは最近幾度か来ました。他には誰もいないと思います。 お宅では社交界へはよくお出かけですかアーサーはよく。メアリーと私は家に残ります。私たちは二人とも好きじゃないのです。若い娘さんには珍しいですね。おとなしい性格なんです。それにそれほど若くもありません。24歳ですから。この事件はあなたのお話からすると彼女にも衝撃だったようですね。ええー、ひどく。 私以上にショックを受けています。あなた方はお二人とも息子さんの有罪を疑っていないのですかこの目で宝冠を手に持っているのを見ながらどうして疑いましょう僕にはそれが決定的な証拠とはとても考えられません。一体宝冠の残りは傷ついていたのですかええ、ねじれていました。 では、息子さんがそれをまっすぐにしようとしていたとは思いませんかありがとうございます。息子と私のために言ってくださってるんですね。しかしそれは荷が勝ちますね。一体あれはあそこで何をしてたんでしょう。潔白な意図があったならなぜそう言わなかったのでしょう。まさにその通りです。また有罪ならなぜ嘘をでっち上げなかったのでしょう。息子さんの沈黙が 僕にはどちらにも取れるように思えるのです。この事件にはいくつか奇妙な点があります。あなたを眠りから目覚めさせた物音を警察はどう思っていましたかアーサーが自分の寝室のドアを閉めた時の音だろうと考えていました。そんなバカな。重罪を決意した人間が家族を起こすほど音高くドアを閉めるなんて。では、 宝石の紛失について彼らは何と言っていましたまだ、針板を打診したり、家具を調べたりして見つけようとしています。家の外を調べてみようとしていましたかええ、驚くほど精力的にやってました。すでに庭中綿密に調べていました。さて、そうなるとですね、ホームズは言った。この問題は、 あなたや警察が当初考えようとしたよりも、実はずっと根が深いということが今や明らかではありませんかあなたには単純な事件に見えていますが、僕には極めて複雑です。あなたの説の意味するところをよく考えてごらんなさい。あなたの考えでは、息子さんはベッドを出て、大変な危険を犯してあなたの化粧室へ行き、書き物机を開け、 宝冠を取り出し、力任せにほんの一部を引きちぎり、どこか別の場所へ行って、39の宝石のうちの3つを誰にも見つけられないほど巧みに隠し、それから残りの36を持って発見されるかもしれない大きな危険に身をさらして部屋に戻ったのですよ。そこでお尋ねしますが、そのような説が批判に耐えられますかしかし、他に何がありますか と銀行家は絶望の仕草をして叫んだ動機が明白ならなぜあれば説明しなかったのでしょう。それを見つけ出すのが僕たちの務めです。とホームズは答えた。それではと。よかったらホルダーさん一緒にストリーサムへ出発しそれで1時間を投じてもう少し詳しく細部に目を向けるとしましょう。 友はこの遠征に私の動向を主張し、それは聞いたばかりの物語に深く好奇心と同情をかき立てられた私も絶望することだった。実を言うと銀行家の息子の有罪は不幸な父親同様私にも明らかと思われたが、それでも私はホームズの判断を信頼していたので、普通に受け入れられる説明に彼が 満足していないうちは希望を持つだけの根拠があるに違いないと思っていた。南側の郊外への道中ずっと彼はほとんど口もきかず顎を胸にうずめ帽子をまぶかにかぶり深い物思いに沈んでいた。我々の依頼人はかすかな希望の光が示されたことで元気を取り戻したらしく自分の仕事のことで 私と取りりめめのないおしゃべりを始めたた。ほどだった短い鉄道の旅を終え少し歩くと大資本家の地味な住宅フェアバンク層に着いたフェアバンク層はかなり大きな白い石造りの方形の家で道路から少し奥まって立っていた雪をかぶった芝生の2つの馬車の侵入路が 入り口を閉ざした2つの大きな鉄の門の正面まで伸びていた。右側には小さな木の茂みがあり、整った生垣の間を道路から台所へ続き、御用聞きの勝手口になっている狭い道に通じていた。左側には馬屋に至る細道が走っていたが、これは敷地内ではなく、あまり使われていないものの行動だった。ホームズは、 私たちを特地に立たせたまま、ゆっくりと家をぐるりと回り、正面を横切り、御用聞きの道を通り、それから庭の後ろをぐるりと回って、馬屋への道を歩いていった。あまり長くかかるので、ホルダー氏と私はダイニングルームへ入り、彼の戻るのを火のそばで待った。私たちが無言でそこに座っているとドアが開き、若い婦人が入ってきた。 彼女は中世よりやや高く、ほっそりとし、暗色の髪と目は、真っ青な肌と対照をなし、余計に濃く見えた。未だかつてあれほど真っ青な女性の顔は見たことがないように思う。唇にも血の毛はなく、目は赤く泣き晴らしていた。彼女が静かに部屋へ入った時、私は彼女に、朝銀行家から受けた印象よりも深い悲しみを感じ、 それは彼女が明らかに素晴らしい自制力を持つ強い性格の女性であるだけになおさら目だった。私の存在を無視し、彼女はまっすぐにおじに近寄り、その手で彼の頭を優しく女らしく愛撫した。もう朝を釈放するように命じたんでしょう、うパパ。と彼女は尋ねた。いやいや、お前、事件は徹底的に調べなければいけない。 でも彼が無実なのは絶対に確かよ。女の直感がどんなものかご存知でしょう。私にはわかっています。彼は何も悪いことをしていないし、あまり厳しいことをしたら後で後悔なさるわ。じゃあなぜあいつは黙ってるんだもし無実なら。わからないわ。多分パパが疑うので怒ったからでしょう。どうして疑わずにいられる 現にあいつが宝冠を手にしているのを見たんだ。ああ、でもただ手に取って見ていたのよ。ああ、どうか、どうか私の言葉を信じて、彼は無実よ。こんなことはやめにしても何も言わないで。アーサーが監獄にいるなんて考えるだけで恐ろしいわ。私は宝石が見つかるまで絶対にやめない。絶対にだ、メアリー。私にとっても恐ろしい結果だが、 お前はアーサーへの愛情で目が見えなくなってるんだ。ことをもみ消すどころか、もっと徹底的に取り調べてもらおうと、ロンドンから紳士を一人お連れしたんだ。こちらの方ですのと、彼女は私の方へ向き直って尋ねた。いや、こちらのご友人だ。今は、馬屋の道を回っていらっしゃる。馬屋の道を彼女は黒い眉を上げた。 あそこで何か見つかりそうだというのかしら。ああ、この方ね。私はいとこのアーサーが無実であるという私の確信が真実であることをあなたが見事に証明してくださると信じております。僕は完全にあなたのご意見を共有するものですし、ご一緒にそれを証明できるのではないかと思っています。ホームズはマットのところへ戻り、靴の雪を叩きを落としながら答えた。 メアリー・ホルダーさんでいらっしゃいますね。少し質問をさせていただけますかどうぞお願いします。この恐ろしい出来事の解決のお役に立つのでしたら。あなたご自身は昨夜何も聞きませんでしたか何も、このおじが大声で話し出すまでは、それを聞いて起きてまいりました。昨晩あなたが窓と戸の戸締まりをしましたね。 すべての窓をしっかり閉めましたかはい。今朝もすべて閉まってましたかはい。恋人のいるメイドがいましたね。彼女が男に会いに外に出たとあなたが昨夜おじうえにおっしゃったようですがええ。それに彼女は応接まで休仕をしていて、おじの奉還についての話を聞いたかもしれません。なるほど。彼女が外へ出て恋人に話し、 2人で泥棒を計画したのかもしれないとおっしゃるんですね。だがそんな曖昧な説を並べて何になりましょう銀行家が苛立たしげに叫んだアーサーが宝冠を手にしているのを見たと言ったでしょうにちょっとお待ちをホルダーさん必ずその話に戻りますからその娘ですがねミス・ホルダー彼女が勝手口から戻るのを見たのでしたね。 はい。夜、ドアが閉まっているかどうか確かめに行って、そっと入ってくる彼女に会ったのです。男も見えましたわ、暗がりの中に。誰だかわかりましたかええ、もちろん。野菜を配達する八百屋でした。フランシス・プロスパーという名です。その男が立っていたのは、ホームズは言った、ドアの左側。 すなわち、戸口に来るために必要である以上に道の奥でしたね。ええ、そうでした。そして男の片足は木の義足ですね。恐怖に似たものが若い夫人の表情豊かな目の中に現れた。まあ、あなたは魔法使いのようですわね。と彼女は言った。どうしてそれがわかりますの彼女は微笑んだが、ホームズの痩せた真剣な顔には、 それに答える微笑みはなかった。今度は2階へ上がらせていただきたいのですが、と彼は言った。おそらくもう一度家の外側を点検したいということになるでしょう。あるいは上へ行く前に下の窓を調べた方がいいかもしれない。彼は窓から窓へと迅速に歩き回ったが、ただ一度、馬屋の道を見渡せる玄関ホールの窓のところで立ち止まった。 彼はそれを開け、強力な拡大鏡で敷居を極めて入念に調べた。さあ、2階へ行きましょう。やっと彼が言った。銀行家の化粧室は、質素な家具を備えた小部屋で、グレーの絨毯、大きな書物机、縦長の鏡があった。ホームズは最初に書物机に近寄り、女王を熱心に見ていた。どの鍵を使って開けられたんでしょう と彼は尋ねた。息子自身が指摘した物置の戸棚の鍵ですよ。それをお持ちですか兄弟に乗ってるやつです。シャーロック・ホームズはそれを取り上げ、書き物机を開けた。音のしない鍵ですね。と彼は言った。あなたが目を覚まさなかったのも無理はない。この箱に包冠が入っていたんですね。ちょっと見てみなければいけませんね。 彼は箱を開け、王冠を取り出してテーブルの上に置いた。それは見事な宝石細工の芸術的見本であり、36個の石はかつて私が見たことのない素晴らしいものだった。宝冠の片側の端が割れ、そこで3つの宝石を取り付けている金具が引きちぎられていた。さてホルダーさん、ホームズは言った。 こちら側の金具は不幸にも失われたものと同じ作りです。これを引きちぎっていただけませんか銀行家は恐ろしさに後ず去った。そんなことは夢にも考えられません。と彼は言った。では僕が。ホームズがいきなりそれに力を加えたが無駄だった。少し曲がったかな。と彼は言った。しかし、 僕の指の力は波外れて強いけれども、これを壊すのはかなり骨ですね。普通の人間ではできません。さあ、もし僕が無理にも壊したら何が起きると思いますかホルダーさん。ピストルを発射したような物音がするでしょう。それがみんなあなたのベッドから数ヤード以内で起こって、あなたが何も聞かなかったのはどうしてですかどう考えていいかわかりません。 私には全くの闇です。しかし、あるいはこのまま進むにつれて明るくなるかもしれませんよ。どうお思いです、ミスホルダー。実を言うと、おじ同様、当惑しています。ご覧になったとき、息子さんは靴も室内履きもつけていなかったんですね。ズボンとシャツのほかには何も。ありがとう。 我々がこの調査で驚くほどの幸運に恵まれているのは確かですから、問題の解明に成功しなかったら完全に我々自身の責任でしょうね。お許しを得てホルダーさん、今度は外で調査を続けるとしましょう。無用な足跡は彼の仕事をより困難にするかもしれないからと説明し、彼自身の頼みで彼は一人で行った。一時間かそれ以上彼は働き、 雪で足を重くし、相変わらず謎めかした顔つきで、やっと彼は戻った。もう見るべきものはすべて見たと思います、ホルダーさん。と彼は言った。お役に立つには、下宿へ戻るのが一番です。しかし宝石は、ホームズさん。あれはどこですわかりません。銀行家は手を揉みしだいた。もう二度と見ることはあるまい。と彼は叫んだ。 それで息子は望みを持っていいですか僕の考えは少しも変わっていません。では一体全体、昨日の夜、私の家でどのような悪事が演じられたのでしょう明朝、九時と十時の間にベーカー街の下宿へ僕をお尋ねいただければ、それを明らかにするために喜んでできるだけのことをしましょう。宝石を取り戻すことだけを条件に、 あなたの代理として白紙委員をいただいている。そして、あなたは僕の引き出す金額に制限は設けない。と理解しています。あれを取り戻すためでしたら、私の財産でも差し上げましょう。結構です。これから明日までにその件を調査するとしましょう。ごきげんようもしかすると夕方前にもう一度、こちらへ来なければいけないかもしれません。 事件に関する友の意見がもう固まっているのは明らかだったが、とはいえ彼の結論がどんなものかぼんやりと想像することさえ私の手には余った。帰途の途中何度か私はその点について彼に探りを入れようと努めたが、その度に彼が何か別の話題へそらすので、ついに私もすっかり諦めてしまった。 私たちが自分たちの部屋へ戻り着いた時にはまだ三時前だった。彼は自室へ急ぎ、再び数分のうちによくいる不老者の装いで降りてきた。カラーを折り返し、テカテカヨレヨレの上着、赤いクラバット、くたびれたブーツで、その階級の完璧な見本となっていた。これでいいだろう。と彼は暖炉の上の鏡をちらと覗き込んでいった。 君も一緒に来られればよかったんだけどね、ワトソン。うまくないと思うんだ。僕はこの件で手がかりをつかんでいるかもしれないし、幻影を追いかけているのかもしれない。だがどちらかはすぐにわかるだろう。数時間で戻れると思う。彼はサイドボードの上の牛肉の塊から一枚スライスし、それを輪切りのパン二枚の間に挟み、この粗末な食事をポケットに押し込むと探検に出発した。 ちょうど私がティーを終えた時だった。彼が見るからに長機嫌で、古い脇にゴム入りのブーツを手に持って振りながら戻ってきた。彼はそれを隅に放り出し、自分で茶を入れた。通りすがりに立ち寄っただけで、彼は言った。すぐにまた行くんだ。どこへああ、ウエストエンドの反対側だ。帰るまで少しかかるかもしれない。 遅くなるようだったら起きて待っていることはないよ。うまくいっているのかねああ、そうそう。何も文句なしだ。あれからストリーサムまで出かけてね。だがあの家には寄らなかった。このちょっとした問題は実に面白い。いくらもらっても逃せないところだったね。だがここに座って油を売っているわけにはいかないし、このみっともない服を脱いで、 極めて貧困法制な自分に戻らなくては。彼に根拠があって満足していることは、それを暗示する言葉だけではなく、彼の様子からより強く見て取れた。彼の目はキラキラ光り、黄ばんだ方にほんのり赤みさえ刺していた。彼は急いで2階へ上がり、数分後には玄関のドアがバタンと閉まったので、彼がもう一度お気に入りの狩りへ出かけたのが分かった。 私は真夜中まで待ったが、彼の戻る兆しはなく、それで自分の部屋へ引き下がった。新しい手がかりを得た彼が、昼夜何日も続けて出ているのは珍しいことではないので、彼が遅くなっても私は驚かなかった。何時に彼が戻ったのかわからないか、私が朝食に降りた時には、彼は片手にコーヒーのカップ、他方に新聞を持ち、 元気ですっかり身支度を整えていた「先に始めてしまってすまないねワトソン」彼は言った「だがほら今朝はかなり早い時間に依頼人との約束があったろうおやもう9時過ぎだね」と私は答えた「あれがその彼でも驚くことはないなベルが聞こえたようだよ」確かにそれは私たちの友人の金融業者だった 私は彼の代わりようにショックを受けた。本来幅広でがっちりした作りのその顔が今ややつれて落ちくぼみ、髪の毛も少なくとも少し白くなったように見えたからである。彼が部屋に持ち込んだ疲労と無気力は前日の朝の猛烈さよりもさらに痛ましく、私が押し合った肘掛け椅子に彼はどさっと倒れ込んだ。 何をしたせいでこんな辛い目に合わされるのかわかりません、と彼は言った。ほんの二日前、私は全く気がかりなこともない幸福で成功した人間でした。今私は名誉をけがされた年寄りとして一人ぼっちにされるのです。一つの不幸のすぐ後からまた別の不幸がやってきます。メイのメアリーに見捨てられてしまいました。見捨てられたええ。 今朝ベッドに寝た後はなく、部屋は空っぽで、玄関のテーブルの上に私への書き置きがありました。私は昨日の夜あの娘に怒りのためでなく悲しみのあまり、あの娘が息子と結婚していれば、あいつも何もかもうまくいったかもしれないのに、と言ってしまいました。多分そんなことを言うなんて軽率だったのでしょう。この手紙で触れているのもその話です。 最愛のおじさまへ。おじさまには迷惑をかけてしまったし、私が別の行動をとっていれば、この恐ろしい不幸も決して起こらなかったと思います。そういう考えがあっては、おじさまのもとではもう二度と幸せになれませんし、永久にお別れしなければいけないと思います。私の将来は心配なさらないでください。蓄えがありますから。それと何より、私を探さないで。 無益な労力ですし、私のためにもなりませんので、たとえ何があろうとも、いつもあなたのメアリー。その手紙はどういう意味でしょう、ホームズさん。自殺を指していると思いますかいやいや、そんなことはありません。あるいは考えられる限り最良の解決策かもしれません。僕はね、ホルダーさん。あなたの苦難も終わりに近づいていると思います。 え何ですって何かお聞きになったんですね何かお分かりになったんだ。宝石はどこです宝石一つあたり千ポンドを法外な金額と思わないでしょうね。一万でも払いますよ。そんなには必要ありません。三千ポンドで用が足ります。あと少々謝礼金がありましたね。小切手帳はお持ちですかペンはここです。 4000ポンドと記入していただきましょう。呆然とした顔で銀行家は要求された小切手を切った。ホームズは机に歩み寄り、3つの宝石がついた小さな三角形をなす金の断片を取り出し、それをテーブルの上に放り出した。喜びの叫びとともに依頼人はそれをひっつかんだ。手に入れたんですね。と彼は喘ぎながら言った。助かった。 助かった。その喜びの反応は先ほどまでの悲しみと同じくらい激しく、彼は取り戻した宝石を胸に抱きしめた。他にもう一つ、あなたは借りを返さなければいけません、ホルダーさん。とシャーロック・ホームズがやや厳しく言った。仮ですと彼はペンを取り上げた。金額を言ってください。お支払いしましょう。いや、 僕に対する義務ではありません。あなたはあの高潔な若者、息子さんに謙虚に詫びを言わなければなりません。彼はこの件で僕の息子だとしたら誇りに思うような行動をとったのです。図らずも僕に息子はありませんがね。では、取ったのはアーサーではなかったのですね。昨日も言いましたが、今日も繰り返しましょう。違います。確かなんですね。 ではすぐに急いであいつのところへ行って、本当のことが分かったと知らせてやりましょう。彼はもう知っています。僕はすべてが解けた時彼と面会し、彼に話すつもりがないと分かったので、僕が彼に話をして、それで彼も僕が正しいと認めた上で、まだ僕にも完全にはっきりしていなかった、ごくわずかな細かい点を補足して話さないわけにいかなくなりました。 しかし今朝あなたが知らせに行けば彼も口を開くかもしれません。どうか教えてください。そうすると何なのでしょう。この異常な謎は。お話ししましょう。それから僕がそれに到達した手段も示しましょう。最初に言わせていただきますが、これはお話しする僕にもお聞きになるあなたにも極めて辛いことです。というのは、サージョージバンウェルと あなたの姪のメアリーとの間に合意があったのです。二人は今一緒に逃げています。私のメアリーがありえません。不幸なことにあり得るばかりじゃない。確かなことなんです。あなたも息子さんもこの男を家庭に迎え入れたとき、その本当の人格を知らなかったのです。彼はイングランドで最も危険な男の一人です。破産した賭博者。 全く絶望的な悪党、感情も良心も持たない男です。あなたのメイゴさんは、そんな男については何も知識がありませんでした。彼が以前にも百遍もしたことのある誓いの言葉を彼女に囁いたとき、彼女は自分一人が彼の心を動かしたと信じ込んだのです。彼が何を言ったのかは誰にもわかりませんが、少なくとも彼女は彼の手先となり、 ほとんど毎晩彼に会うのが習慣になっていました。信じられません。信じるものですか。と銀行家は青ざめた顔で叫んだ。では、あの夜あなたの家で起きたことをお話ししましょう。あなたのメは、あなたがご自身の部屋に行ったと思うや、そっと下へ降りて、馬屋の道に通じる窓越しに恋人と話をしました。彼の足跡は、 雪の下まで通っており、それだけ長くそこに立っていたわけです。彼女は彼に奉還の話をしました。その話に彼の金に対する邪悪な欲望が燃え立ち、彼女を自分の意のままに従わせました。彼女があなたを愛していたのは間違いありませんが、恋人への愛が他の愛を全て消してしまうという女性は多いですし、彼女もその一人だったのでしょう。 男の指示を聞き終えたかと思うと、あなたが降りてくるのが見え、それで彼女は急いで窓を閉め、木の義足の恋人と規則破りをしたメイドのことをあなたに話しました。それはすべて本当のことでしたがね。息子さんのアーサーはあなたと話し合った後ベッドに入ったものの、クラブでの借金のことが心配でよく眠れませんでした。真夜中に彼は、 静かな足音が部屋の前を通り過ぎるのを聞き、それで起き上がって外を見て、いとこがこそこそと廊下を歩いて行って、あなたの化粧室へ姿を消すのを見てびっくりしました。驚きに呆然とした若者は、急いで服を着て、この奇妙な出来事の結果何が起きるか見ようと、その暗いところで待っていました。まもなく彼女がまた部屋から現れ、 廊下のランプの明かりで息子さんは彼女が高価な宝冠を両手に持って運んでいるのを見たのです。彼女は階段を降りていき、彼は恐怖に震えながら走っていってあなたの部屋の戸口に近いカーテンの後ろに滑り込みました。そこからは下のホールで何が起こるか見えたのです。彼が見ていると彼女はそっと窓を開け、 王冠を暗闇の中にいる誰かに手渡し、それからもう一度窓を閉めると、カーテンの後ろに隠れて立っている彼のすぐそばを通り、急いで部屋を出ました。彼女がその場にいる間は、愛する女性のことを残酷に暴露するのを避けるため、彼は行動に移れませんでした。しかし彼女がいなくなった瞬間に、この不幸があなたにとってどれほど決定的か、 あれを取り戻すことがどれほど重要か、彼は悟りました。彼はそのまま裸足で駆け降り、窓を開け、雪の中に飛び出し、月明かりの中に黒ずんだ姿が見えたあの道を走りました。サージョージ・バンウェルは逃げようとしましたが、彼が捕まえ、二人の間で争いになり、法官の片側を息子さんが、他方を相手が引っ張りました。 格闘の最中に息子さんがサージョージを殴って目の上を切りました。それから何か突然パチンという音がして、息子さんは自分が宝冠を手にしているのを見て、駆け戻り、窓を閉め、あなたの部屋へ上がり、宝冠が格闘でねじれてしまったことに気づいてまっすぐにしようとしていると、ちょうどあなたがその場に現れたのです。そんなことがあるものですか 銀行家はあえいだ。そこであなたに心から感謝されてもいいはずだと彼が思っているところへ、あなたが悪態をつくものだから彼を怒らせたのです。彼は彼の思いやりにほとんど値しない人であっても、その人の秘密を漏らして本当の事情を説明することはできませんでした。彼は騎士道的な見地から彼女の秘密を守ったのです。 それであの娘は奉還を見て悲鳴を上げ気絶したんですね。とホールダー氏は叫んだ。おお、神よ。私はなんと物のわからない馬鹿者だったろう。それにあれが5分間外へ出してほしいと頼んだこと。あいつは亡くなった破片が取っ組み合いの現場にあるかどうかを確かめたかったんだ。全くひどい見損ないをしていた。お宅に着いたとき、 ホームズは続けた。僕は直ちに極めて注意深く家の周りを回って、雪の中に何か役に立つ痕跡はないか観察しました。前夜から何も降っておらず、また強い寒気によって跡が保存されていることも分かっていました。御用聞きの道に沿って進みましたが、そこはすっかり踏み荒らされて見分けがつかなくなっていました。 しかし、そのすぐ向こうの台所のドアの反対側で、女が男と立ち話をしていて、男の片側の丸い痕跡から木の義足をつけていることが明らかでした。彼らに邪魔が入ったこともわかりました。女は、そのつま先が深くかかとが浅い跡から明らかなように急いで戸口へ駆け戻っているのに、木の義足は少し待ってから立ち去っているからです。 その時僕はこれがあなたのお話にもあったメイドとその恋人だろうと思いましたが、取り調べでそれが明らかになりました。庭を回って発見したのはデタラメな足跡ばかりで警察のものだなと思いました。しかし馬屋の小道に入ると目の前の雪の中に非常に長い込み入った物語が書き込まれていました。2列の足跡が一つ。 それはブーツを履いた男のもので、僕が見て喜んだ第2の2列の足跡は裸足の男のものでした。僕はあなたに伺ったことから、後者は息子さんであると直ちに確信しました。最初のは往復歩いていますが、もう一つは速く走っていて、それはブーツでくぼんだところを踏んで後をつけていますので、彼が相手を追っているのは明らかでした。 私はそれらの元をたどり、それらが玄関の広間の窓のところへ続いているのを発見しましたが、ブーツの男が待っている間にそこの雪はすっかりなくなっています。それから僕が反対側の橋へ歩いていくと、それはその小道を100ヤードかもう少し行ったところでした。そこでブーツの男が振り向いたこと、雪がめちゃめちゃで格闘があったらしいこと、 最後に血が数滴落ちていることがわかり、僕が間違っていないことが証明されたのです。そのブーツの男は小道を走っていき、別の小さな血の染みから怪我をしたのはこちらだと分かりました。突き当たりの本堂まで来ると、歩道は雪かきされていたので、それでその手がかりは終わりました。しかし、家の中に入り、覚えているでしょうが、 僕は広間の窓の敷居と枠を拡大鏡で調べ、すぐに誰かがそこを通り抜けたとわかりました。入ってくる時にそこに置かれた足の甲の輪郭を識別することができました。そこで僕は何が起きたのかに関して考えをまとめることができるようになったのです。男が一人窓の外で待っていた。誰かが宝石を持っていった。 その行為を息子さんに目撃された。彼は泥棒を追跡し、その男と格闘した。彼らは包管を引っ張り合い、二人の力が合わさって、一人ではなしえない損傷が生じた。彼は手に入れたものを持って戻ったが、相手の手に破片を残してきた。ここまで僕は確信しました。そこで問題は、その男が誰で、 男に包冠を持っていったのが誰かです。昔から僕が言っている格言ですが、不可能なことを除外した結果、残されたものはどんなにありそうにないことであろうと真実でなければならないのです。さて、あなたが下へ持っていったのでないことはわかっていますから、残るはあなたのメイとメイドたちだけです。しかしメイドだとすれば、 なぜ息子さんは彼らの代わりにあえて自身を告発させたのでしょう考えられる理由はありません。しかし彼はいとこを愛しているのですから、彼が彼女の秘密を守った理由は立派に説明がつきます。恥ずべき秘密であってみればなおさらのことです。僕はあなたが彼女をあの窓辺で見たことと、 彼女が再び奉還を見たときに気絶した様子を思い出し、僕の推論は間違いないものになりました。では、誰が彼女の共謀者になり得たでしょう明らかに恋人です。なぜなら、彼女があなたに対して感じている愛と感謝に勝るものが他にあり得ましょうかあなた方がほとんど外へ出ず、交際範囲も非常に限られていることは分かっていました。 しかしその中にサー・ジョージ・バンウェルがいました。以前僕は彼が女性の間で評判の悪い男と聞いたことがあったのです。あのブーツを履き、亡くなった宝石を持っているのは彼に相違ありませんでした。彼は息子さんが彼だと気がついたのはわかっていましたが、自分は安全だと信じ込んでいました。 若者が一言でも漏らせば自分の家族を傷つけることになるからです。さて次に僕が取った手段については、あなたご自身も察しがつくことでしょう。僕は野良倉者のなりをしてサー・ジョージ・バンウェルの家へ行き、うまく彼の従者と知り合いになり、ご主人が前の晩に頭に傷を負ったことを知り、最終的には6シリング費やし、 脱ぎ捨ててあった靴一足を買ってすべてを確かめたというわけです。これをもって僕はストリーサムまで旅しぴったり足跡に会うことを確認しました。昨日の晩、身なりの悪い不老者が小道にいるのを見ましたよ、とホルダー氏が言った。その通りです。それが僕です。目指す男はわかったので僕は家に帰り服を着替えました。 それから僕は難しい役を演じなければなりませんでした。スキャンダルを防ぐために告発は避けなければいけないし、あれほどずるい悪党なら、この問題が我々の自由にはならないことを見抜いているのが分かっていたからです。僕は彼に会いに行きました。もちろんはじめ、彼は何もかも否定しました。しかし、僕が怒ったことを何もかも言って聞かせると、 彼は巨星を張ろうとし、壁から梱包を取りました。しかし、僕はあれがどんな男か承知していましたので、相手が打ちかかろうとする前に彼の頭にピストルを突きつけました。それで彼はいくらか物分かりが良くなりました。僕は彼に持っている石をある値段で買い取るつもりがあると言いました。一個につき千ポンドです。 それを聞くと初めて彼は悲しそうな様子を見せました。畜生めと彼は言いました。三つ六百でやっちまった。僕はすぐに告発することはないと彼に約束し、宝石を持っている小林屋の住所をどうにか手に入れました。僕はそちらへ向かい散々ね切り、一つあたり千ポンドで石を手にしました。 それから僕は息子さんのところへ立ち寄ってすべてうまくいっていることを伝え、2時頃にようやく働き詰めといってもいい一日を終えて寝ました。公然たる大スキャンダルからイングランドを救った一日でもあります。と銀行家が立ち上がっていった。お礼の言葉も見つかりませんが、必ずご恩に報いるつもりです。 本当にあなたの手腕は聞いていたことを遥かに超えていました。さてそれでは私は息子のところへ飛んで行って悪いことをしたと詫びなければなりません。かわいそうなメアリーについてあなたがおっしゃったことはひどく胸に答えます。あなたの手腕でもあの娘が今どこにいるかわからないでしょうね。こう言って差し支えないと思いますが、とホームズは答えた。 彼女はサージョージジ・ョバンウェルの行行くくとこころならどででも行くでしょう。またそれと同時に確かなことですが彼女の罪がどんなものであれ彼では間もなく十二分な罰を受けることでしょうこのチャンネルは「不思議猫招き」動画をお届けしています。 チャンネル登録と高評価お待ちしています。